山口智之です。今回は EOS R7 をしばらく使ってきた感想だったりとか、今後こういうふうに使っていこうかなみたいな話をしたいと思います。はい、EOS R7 ですけども、届いたのは7月の下旬に差し掛かったぐらいで、もう5ヶ月くらい経つんですけども、ちょうどその届きましたっていう動画を投稿したぐらいから徐々にこう忙しくなりだしてですね、8月がそこそこで、9月はもう思いっきり目いっぱいも忙しかったので、実際にこうゆっくり触れたのは10月に入ってから徐々にこうペースを戻しつつっていう感じでしたので、まだ2ヶ月ぐらいしかしっかりと使った感覚にはなってないんですけども、使い方とか今後詰めていこうかなというふうに思っている方向性とかが買った当初とは変わってきましたので、その辺の話をして、一旦購入初期の試行錯誤的なことは締めにしようかなというところになります。まずこれを買おうと思ったのは、動画機能ですね。動画機能に魅力を感じて購入をしました。EOS R7 が発表された時期に特にこう Vlog の動画用カメラをアップグレードしたいなという感じがありましたので、これかもっていうふうに思って買うことにしました。多分これを買ってる人の中では、珍しい購入動機だと思います。はい、ポイントとしては、4K60p がクロップなしで撮れるっていうところと、それから、これは動画だけではないと思いますけども、手ブレ補正の性能がいいんじゃないかなというふうに思って買いました。あと副作用的なところで言うと、僕写真のメインはまだEF マウントですので、RF マウントへの移行というのも始められそうでしたし、EF レンズはありますので、マウントコンバーターは必要になるんですけども、サブ機としても使えますし、僕的には買って損はないなというふうな感じは思っていました。で、いろいろやってきたんですけども、とりあえず一旦 Vlog の動画用としては保留にしようかなというふうに思っています。で、なんでそうなったかなんですけども、まず動画を撮影した感じについては、絵的にはとてもいいと思います。色もそうですし、10ビットもあって編集体制も良さそうですし、マイクもよく拾いますので、いい感じだと思うんですけども、ただ手ブレ補正の様子がちょっとね難しいんですよね。悪いということではなくて難しいという感じです。なんかしつこく手ブレ補正のことばっかりやってたと思うんですけども、このキットレンズを使った場合には手ブレ補正が内蔵されてますので、強調制御も効きますし、これで撮ると結構いい感じに補正はしてくれます。なので、これで撮る場合には手ブレ補正に関しては不満そんなにこう大きいというわけではないですね。当然完璧ではないんですけども、ジンバルなしなら仕方ないのかなというふうな感じのレベルだと思います。で、電子手ブレ補正ですね、電子手ブレ補正についても、もともとはこうクロップされるのであまり好きではなかったんですけども、使わないと限界があることも分かりましたし、僕の中にある電子手ブレ補正に対するイメージも変えてくれる結果にはなっているんですけども、そうするとこうクロップされるということになりますので、この自分の欲しい価格をこう確保するためには、気持ちよりこう広角なレンズが欲しくなる感じなんですね。キットレンズの広角端は18mm で、換算だと約 29mm になるんですけども、自撮りにはやっぱりちょっと狭いんですよね。なので、自撮り用ということも含めてサードパーティーの広角の EFS レンズを手に入れたんですけども、これが結果的によりこう手ブレ補正性能の理解が困難になることにつながっていってます。補正をオンにするとよりこう揺れるという感じでちょっと使いにくいんですよね。で、ついでなんで、別の EF レンズでも試してみたんですけども、すっきりと、なるほどっていうふうにはならない感じで、ちょっとモヤモヤする感じが残っているということになっています。で、キットレンズのことを考えると、RF とか RFS レンズで、特にこう、手ブレ補正が内蔵されているレンズが増えてくると、このあたりのこともちょっと、状況は変わってくるのかなというふうに思ってますので、今後のレンズラインナップしたいかなというふうには感じています。せっかく、APS-C なので、できるだけコンパクトなレンズが増えるといいなというふうに思います。けどね、でレンズについてはフルサイズのサブ機とか、同じレンズでこう焦点距離伸ばして使うというような、そういう使い方の場合は広角側よりこう望遠側よりで使われることの方が多いんじゃないかなというふうには思うんですけども、そうするとこう手ブレの、話はベースが変わってくると思うんですよね。で、望遠の方がそもそもこう手ブレはしますので、これだけっていうか、その、本体の性能だけに頼るっていうことでもないのかなというふうには思うんですけども、僕の場合写真は撮るには撮るんですけども、当然でもその動画でもこう使いたいなというふうに思って買いましたので、手ブレ補正にこだわっていたというか、未だにこうこだわっている部分があるという感じですね。で、動画にはしていない追加の話なんですけども、最近ファームウェアが 1.2.0 になって、手ブレ補正の感じが少し変わってきたんじゃないかなというふうに感じることがありました。なんとなく撮ってみてあれっていうふうになって、ちょっとだけ試した感じですので、思い過ごしかもしれませんし、それでもこう使えるレベルじゃないとは
思いますし、新旧でこう比較できないので感覚でしかないんですけども、11ミリでの暴れ方が少しおとなしくなっているような気がしました。でそれって今までやってなかったんですけども、同じ11、20ミリで11ミリの方ではダメでも20ミリだと補正が効いている感じがあります。これは EF レンズの時にもあった24ミリよりも35ミリの方が揺れないっていうのと現象としては同じかなというふうに思っています。で前にやった時には70ミリでは効かなかったので、何ミリ以上何ミリ以下で効果が出るような感じなのかもしれないなというふうに今思っています。まあ、これも20ミリで効いているのに24ミリだと効かないというふうになると謎ですし、まあ、これもこうファームウェアアップデートで効果がまあ何かしらこう広がっているのかもしれませんけども、まあ、確認できませんので、まあ、はっきりとは言いませんけどね、効果の出る範囲があるのかなというふうな印象を今持っています。ということで主にレンズのことになるかもしれませんけども、すぐにこう Vlog の動画用というのはちょっと難しいのかなというふうに感じています。でレンズですけども、まあ無条件で良ければ現状 EF 系ブレードかなり選択肢は多いと思うんですけども、もともと手ブレ補正性能も購入のポイントでしたし、レンズ側に手ブレ補正がなかったとしてもこの 11-20mm のような感じで、まあ、手ブレ補正を使わないよりも使った方が揺れるというようなことにはならないレンズで、まあ、焦点距離も手持ちの自撮りのことを考えると換算で 20mm までぐらいの、まあ、明るくてできればコンパクトなものが欲しいなというふうな感じですね。でも今のところそういうレンズはちょっと見当たらないというふうに思っていて、当初思っていた使い方っていうのが現状僕ではうまく実現できそうになかったので、まあ、一旦動画用としては考えないようにしようというふうに思っています。なのでまあ写真メインということですね。まあたまにこれしか持ってなかった時に撮るかもしれませんけども、準備をしてこれで動画ということはしばらくはないかなというふうに思っています。まあ、固定とか当然こうジンバルの設定だと全然使えますけどね。で写真用ということですけども、写真を撮っていて思うことですけど、特にノイズですね。ノイズの質がいいのかなというふうに思うことが増えました。ノイズの量については動画にしてたんですけども、その時の印象だと細かいことを気にすると、まあ、比較的感度の低いところからノイズが目立つような感じはあるんですけども、現像でこうノイズを処理した時に綺麗に処理ができるというか、ノイズを気にならない程度までこう処理してもディテールが損なわれにくい感じがしています。当然ノイズが乗らない条件での写りっていうのは理論上高画素ということもあって滑らかさが分かる写りなんですけども、ノイズの乗らない確率というのは結構低いんじゃないかなというふうに思います。でも使っていくうちにさっき言ったような感じの印象が出てきてノイズは気にならなくなってきました。場合によっては全く乗ってないよりも少し乗っている方がいい雰囲気だったりとかもするので、まあ、ノイズが全てダメっていうこともなくて写真の内容とかノイズの量次第かなというふうにも思います。でその写真ですけども、今後特にこう集中してやっていくということではないんですけども、この手ブレ補正の感じっていうのが写真の方にも影響あるんじゃないのかなっていうふうに思うことがあります。動画と同じでこのキットレンズでは気にならないのに、こっち の広角レンズだとブレもそうですし、ちょっとピントもそうですね、AF が動かない時があったりとか、まあ、撮れた写真のピントが甘かったりすることがあるんですよね。まあ、マウントコンバーターも要素としてはプラスされちゃいますので、まだ全く原因の検討はついてないんですけどね。で、まあブレに関しては僕がこうひどくブレてるだけかもしれないんですけども、まあそこをこう注意して気持ちシャッター速度が速くなるように ISO 感度を上げたりとか数しても、完全に改善されるような感じでもないんですよね。で、まあ、そうするとよりこうノイズが増えちゃいますからね、まあいろいろこう気持ち的には難しいんですよね。あと AF が動かないのは僕側に原因があるっていうのはちょっと思いにくいんですけども、まあ、動かないときは一旦こう別のところを向けて AF を一旦こう無理やりでも動かしてから元のところに向けると動くっていう感じなんですけども、まあ、それもこうタイミングがあるときにはちょっと面倒ですし、あとピントの甘さもそうですよね。背面の液晶で都度こう細かく確認するのが結構面倒で、というか背面の液晶だとわからない程度なんですよね。で、まあ、帰ってきて大きなモニターで確認するとピントが甘いっていうのがあって、もうこれもレンズとの相性なのかもしれませんけども、まあ、あとマウントコンバーターもありますしね、ちょっと全然わからないんですけど、ちょっとこの辺、まあ、検証というよりは注意しておきたいなというふうには今思っています。正直言うとこういうところばっかり気にしながら撮影してると、まあ、撮影自体の楽しさとかの気持ちよさが減るので、まあ、撮影をしながらついでに
こう注意していくという感じでいこうというふうに思っています。ただ結局帰ってきてからそういう感じだったりとかすると残念なので、使うレンズとか設定いろいろ悩むんですけどね。で今回のファームウェアアップデートには AF に関しての修正が入っているということですので、EF 系 のレンズにもいい影響があればいいなというふうに思っています。まだアップデートしてからの撮影だとなんとなくいろいろほぼキットレンズを選んで撮ってしまっているという感じですので、ちょっと違いははっきりしないんですけども、この広角レンズを使った時に AF が動かない症状っていうのは多分残っていると思うんですよね。ちょっとそもそも頻度も高くなかったのでちょっとここ記憶が違ってるかもしれませんけどね。でそのファームウェアのリリースにあるエラーに関しても僕数回出たんですけども、いずれもこう撮ろうと思ってる時に出たんじゃなくて、手に持ってこう移動している時に出てって構えると見つけたっていう感じでしたので、撮影には影響なかったんですけどもちょっとびっくりはしましたね。で最初に発症したのも情報が出た後でしたので、あこれかっていう感じでそれほどびっくりはしなかったです。でその時も多分 EFS レンズをつけてたと思いますけどね。でそのファームウェアのアップデートでは手ブレ補正のことは含まれてなかったんですけども、手ブレ補正が改善されているのが気のせいじゃなかったとしたら AF のことが影響してたりとかするのかなっていうふうに思うこともあるんですけどね。どうなんでしょうかね。ちょっと関係あるのかないのか定かではないんですけどね。この辺も純正の EF レンズとかなら現象出てない可能性もありますので、いろいろこう気長に待つしかないのかなっていうふうに思っています。22mm の噂も出てますので楽しみにしてるんですけどね。ということで今回のまとめですけども、もともとはこう Vlog の動画用にもいいかなと思って買ったんですけども、現状うまく使える感じじゃなかったので、しばらく動画用じゃなくて純粋に写真メインで使っていこうというふうに思うようになりましたという話です。で EOS R7 には動画写真ともにすごくポテンシャルは感じていて、ただ僕のこう想定していた使い方とかには現状うまく合わなかった感じかなというふうに思っています。で今後はレンズですね、写真というふうに割り切って考えると試したいレンズありますので、またゆっくりと試していきたいなというふうに思っています。今回はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。